聖餐式を行います。聖餐式はイエス様の死を告げ知らせるものです。イエス様を信じて洗礼を受けている人、またこれから受けたいと思っている人、この聖餐式を受けてください。それでは最初にお祈りします。愛する天の父なる神様、この聖餐式の恵みの時をありがとうございます。どうぞこのパンとぶどうジュースを豊かに祝福してくださり、あなたの御体と血潮の恵みを私たち一人一人の上に豊かに表してください。はじめに感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。それでは聖餐式の前に、お祈りをしたいと思います。聖書にはふさわしくないままで、受けてはならないと書いてあります。ふさわしくないというのはどういうことかというと、罪を持ったままということです。では、罪を、悔い改め、神様の前にお祈りをしたときに神様はすぐ許してくれます。思い出す罪を、悪いことをしてしまったな、こんなものまでいけないなって思うことを皆さん神様の前にお祈りをしておいてください。大丈夫ですか？この聖餐式はとても意味のある素晴らしい式です。イエス様の、血と体をですね、食べる飲むというね素晴らしい式ですので、まず備えていきたいと思います。それではお祈りしてください。この祈りをイエス様のお名前によって祈ります。それでは聖書を読みします。イエスはパンを取り祝福してのうち、これを先彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。イエス様の血をいただきましょう。
祈りします。天の神様、この聖餐式の恵みの時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。